さあなんと三塁側立浪監督はこの8回マウンドに送り出したのは背番号7番根尾昂。さあ根尾が登板です。ピッチャーとしての出場で根尾がマウンドに駆け寄っていった時に球場全体が大きく沸きました。そうですね。さあ代打小田です。福田に代わるピンチヒッターです。初球まずはアウトコースストレート147キロ、高く上がってセンター後方、センター下がっていきますが岡林の足が止まります。ボールを取ってワンアウト。まずは先頭小田はセンターフライです。ここは高め、大島に代わって高松です。詰まりました。セカンドゴロ、ネオがツーアウトを取っています。まあ、前回のカープ戦でも9点のビハインドの場面で、ね、うん、マウンドにありましたからね。まあ現状ではですね、はい、うん、だからまあなかなかそれは二刀流というのはかなり難しいことだと思いますけどね、はい、ここはしっかり義母が捉えました。ツーアウトランナーは一塁です。サバッターボスマッカーシーです。最多タイになっています。得点8も最多タイ、はい、ただ野手としては出場してませんよね、うん、まあ、この前はねあのピッチャーで投げる打席はね、はい、立ってましたけど、はい、ここはセンター浅めのフライです。ネオがランナー出したんですがこの8回を0点に抑えています。抑えましたね。ナイスピッチングですね、はい。